戦国最後の覇者として天下人へ上り詰めた徳川家康様でございますが、律儀な人格者であったことは皆さんもご存知やもしれませぬ。ところがご子息たちに対して子煩悩だったかと思いきや、全く別の顔を見せておられるのじゃ。それは愛する息子への厳しさではなく、もはや冷徹と表現してもええほど。こたびは家康様のご子息たちの光と闇に焦点を当て、方々がどんな扱いを受けたのかご紹介してまいりましょう。父から自害を命じられた悲劇の御曹司、嫡男松平信康。家康の嫡男として生まれたのが信康です。織田との同盟の証として徳姫を妻に迎え、大いに将来を期待された御曹司でした。ところが考え方をめぐって父家康と対立してしまうのです。とうとう身まで勢力を拡大した徳川家は、家康が浜松に、そして信康が岡崎に本拠を構えて二党政治を敷いていました。ところが信康の直臣である岡崎衆の間で不満が起こり始めます。当時の徳川家は甲斐の武田家と戦っていて、いつも手柄を挙げるのは浜松衆ばかり。岡崎衆といえば後方支援や輸送業務といった地味な仕事を与えられています。浜松衆だけ優遇されて、岡崎衆は日陰者ではないか、そんな声が高まり、信康も抑えることができません。また信康は織田との同盟に大きな疑念を抱いています。当時はあくまで対等な同盟だったはず。それなのに今や家康は信長の家臣扱いも当然。このまま織田と組み続けても将来はないのでは、そんな考えが頭をもたげてきます。そういったことから徳姫との仲も疎遠になっていき、ついに謀反へ踏み切ってしまうのです。しかし徳姫が父信長へ送った密書によって謀反計画は露見しました。信長は初段を家康に委ね、ついに信康は自害を命じられ、母築山殿も加担したとして暗殺されるのです。親子がもっと身近に言葉を交わしていたなら、このような悲劇はなかったかもしれません。結果的に自害を命じられた家康様でございますが、最後の最後まで迷っておられたようじゃ。岡崎城から大浜、さらに堀江から二股へと身柄を転々と移され、信康様の本意と謝罪を待ったのやもしれませぬ。しかし信康様が考えを変えることはなく、21年という短い生涯を終えられ申した。こうした親子の倒幕は江戸幕府が成立してからも大きな影響を与え、神君に逆らった謀反人として信康様に徳川姓が与えられることはござりませんでした。なぜ家康様の嫡男なのに松平となっておるのか、そこに理由がござったわけじゃ。次男なのに家督を継げなかった、とことん家康に嫌われた息子、次男結城秀康。さて次男として生まれたのが結城秀康ですが、信康が亡くなって家督が継げるのかと思いきや、そんなチャンスは巡ってきませんでした。その理由は秀康の生まれにあります。母は築山殿に仕える次女でおまんといい、低い身分の出身でした。築山殿の手前もあって、秀康が生まれてからも家康は会おうともせず、何より嫌ったのがその容貌です。魚のギギに似ていたからおぎいという幼名をつけたほど醜かったようで、全く愛着が湧いてこなかったのでしょう。しかし兄信康の取りなしのおかげで、ようやく父と対面を果たした秀康ですが、やはり家康の態度はそっけないものだったようです。また信康が自害した後、徳川の後継ぎ問題が持ち上がると、次男秀康を飛び越して三男長丸を後継者として指名しました。さらに豊臣秀吉に臣従した家康は秀康を人質として大坂城へ送りつけます。手のいい厄介払いといった感じでしょうか。その後秀康は豊臣家の有志になりますが、さらに北関東の結城家へ養子に出されています。これではまるで都合のいい道具扱いでしょう。それでも秀康は不運な境遇に甘んじました。そして秀吉の死後、いよいよ関ヶ原の戦いが始まります。西軍挙兵の知らせを受けた家康は軍勢を西へ反転させ、
三男秀忠に別動隊の大将を命じました。ところが秀康には動くなと指示したのです。あくまで上杉軍の抑えとしての役割ですが、それは天下分け目の戦いに参加できないことも意味します。家康はこの段階になってもなお秀康を嫌い、主役にさせたくなかったのでしょう。秀康はどうしようもない無念さをかみしめたに違いありません。やがて秀康は梅毒を患い、34歳の若さでこの世を去ります。父に疎まれ翻弄され続けた人生でした。数多い家康様のご子息の中でも、秀康様はとりわけ体が大きく武勇に秀でておったと言われておりまする。しかし九州攻めで初陣を果たされるものの、ほとんど戦いらしい戦いには参戦しておられませぬ。だからこそ会津攻めから関ヶ原へ至る流れの中で、今度こそ必ず戦功を挙げてみせると決意したのやもしれませぬ。ところが秀康様にとうとう活躍の場は与えられませんでした。東軍勝利の陰で縁の下の力持ちに徹し、最後まで戦場を指揮することはなかったのじゃ。その無念さは察するにあまりござりまする。さて秀康様はその晩年まで徳川に愛着を持ち、せめて松平だけでも名乗りたいという思いがござったとか。しかし秀康様が生きているうちに実現せず、ようやくご子息忠直様の代になって松平と改姓できたそうじゃ。偉大な父を持った後継者の苦労とは。三男徳川秀忠、信康死後に徳川の実質的な後継者になったのが徳川秀忠です。母西郷の局は時源氏の流れを汲む家柄ですから、徳川家を継ぐには申し分ありません。しかし家康の過度な期待は秀忠を苦しめることになります。小田原の役や朝鮮出兵に秀忠が出陣することはなく、関ヶ原の戦いが実質的な初陣となりました。秀忠としても次期徳川家当主として目覚ましい戦功を挙げ、存在感を表したい思いがあったことでしょう。ところが中山道を進む秀忠軍の前に立ちはだかったのが上田城の真田昌幸です。昌幸が繰り出す策謀の前に徳川軍は翻弄され、ここで大きな足止めを食らってしまいます。結局城を落とすこともできずに関ヶ原の戦場へ駆けつけようとするのですが、もはや間に合うどころではありません。大遅刻という前代まれに見る大失態を犯してしまいました。戦いの経験がない秀忠を総大将に命じた家康も悪いですが、将来を期待しただけに失望は大きかったようです。秀忠が到着しても顔すら合わせず、そそくさと陣を引き払っていきました。こうして秀忠は凡庸で戦いに弱いというイメージがついてしまったのです。これまでの秀忠様像は目立たずおとなしく無能ではないが平凡に過ぎないという印象でございました。しかし歴史の再評価が進むとともに、戦いが終わった時代だからこそ秀忠様が才能を発揮できた、そんな見方が生まれたのじゃ。慶長8年に江戸幕府が開かれ申すが、家康様はわずか2年で辞され、2代将軍として秀忠様が就任され申した。家康様は大御所としてなおも権勢を振るわれまするが、江戸による秀忠様もまた優れた政治力を発揮されておりまする。江戸を中心に譜代大名をまとめ上げられ、土井利勝様や酒井忠世様といった優秀な頭脳をそばに置いて幕府政治の基礎を固められ申した。戦いが終わった今、優れた政治こそが世を動かす、そのような考えから人材登用を積極的に進められていったのでしょうな。秀忠様は平和な世だからこそ力を発揮できたのじゃ。父や兄の機嫌を損ねて改易に、92年も生きた波乱の生涯とは。六男松平忠輝、家康の六男として生まれた忠輝ですが、この人もまた父から嫌われた人物でした。家康という人はたとえ自分の子であっても要望が醜いと邪険に従う将軍だったようです。生まれたばかりの忠輝も霊に漏れず、家康はその顔を見た瞬間に、まるで鬼の子じゃ、捨ててまいれと命じたとか。とはいえ本当に捨てるわけにもいきません。家臣皆川博輝によって育てられたといいます。忠輝が元服を迎えたのは
家康が天下を手に入れた直後でした。その後は徳川一門として優遇され、若くして越後高田75万石の藩主に就任しています。また伊達政宗の娘を正室として迎えるなど、忠輝の将来は約束されたようなものでした。ところが忠輝は性格にかなり難があったようで、次々にしくじりを犯してしまうのです。大坂夏の陣へ参陣するため近江へ差し掛かったところ、兄秀忠の旗本が追い越してしまいます。忠輝はこれに激怒して旗本を無礼討ちにしました。これには秀忠も腹を立て厳しく叱責したとも。また肝心の合戦では総大将を命じられたのですが、戦いが終わった頃にようやく駆けつけ、さらに敗走していく豊臣軍を追撃すらしない体たらく。翌日の戦闘でもはかばかしい戦果を上げられないまま大坂の陣は終わってしまいました。家康は忠輝の働きぶりに失望し、厳しい処断を決意します。越後高田を没収し蟄居を命じる。諸大名の手前、甘い顔はできなかったのでしょう。一門の重責が果たせないなら息子であっても容赦しない。それが家康のやり方でした。忠輝は家康が亡くなった時も面会を許されず、兄秀忠からも厳しい処罰を受けてしまいます。伊勢から飛騨高山、さらに信州へと身柄を移され、流人同然の暮らしを送りました。そして歴史の表舞台から姿を消したまま92歳という高齢まで長生きしたそうです。忠輝様も決して凡庸な人物ではござりませんでした。日頃から武芸に勤しまれ、優秀な家臣団を抱えられておったそうですから、その気になれば大阪の陣でも活躍できたはず。ではなぜ手を抜いたような戦いしかできなかったんじゃろうか。それは忠輝様がキリスト教に理解があったからに他なりませぬ。妻のいろは姫様も敬虔なキリシタンでございましたから、いつかは伊達政宗様と組んで海外貿易に乗り出そうとしておられたほど。ところが大阪の陣の際、大阪城には数多くのキリシタンたちが籠城しておったといいまする。この者たちと戦いたくない、そんな思いが忠輝様の心に去来したのやもしれませぬ。また慶長10年には父上様の代理として上洛なされ、豊臣秀頼様との親交を深めたとされております。まるで弟のような秀頼様を殺したくない、そんな気持ちもござったことでしょう。優しすぎる性格が忠輝様に災いした、そんな風にも解釈できますな。若くして亡くなった家康の息子たち、四男松平忠義、五男武田信義、七男松平松千代、八男松平千千代。幼児死亡率が高い戦国時代、子供が多ければ多いほど家を残す可能性が高くなります。家康もそれに倣って11人の息子たちを産ませたわけですが、それでも4人の男子が若くして亡くなりました。まず四男松平忠義は28歳まで生きていますが、特に家康から可愛がられたようです。当初は忠康と名乗っていますが、これは家康の父広忠の忠と家康の康を取ったもの。忠義への期待度が伺えますね。しかし関ヶ原の戦いで先陣を務めるも、病にかかって長い闘病生活を送っています。そして完治しないまま短い生涯を終えました。五男武田信義も二十歳の若さで亡くなっています。滅亡した武田家を信義に継がせたあたり、家康の名族に対するノスタルジーが垣間見えますね。同様に今川家や吉良家なども再興させていますから、名家を断絶させるには忍びないと感じていたのでしょう。しかし信義は生まれつき病弱で、大名の重責には耐えられなかったようです。慶長8年1603年に亡くなり、その偉業は弟頼信へ受け継がれました。七男松平松千代と八男松平千千代はいずれも6歳で亡くなっています。この時代は有効な治療法がありませんから、ちょっとした風邪でも命取りになることがありました。特に千千代は利発で賢かったそうですから、家康の落胆ぶりも大きかったそうです。
この4人のご子息たちでございまするが、不思議なことに慶長4年から慶長12年の間に相次いで亡くなっておられまする。ちょうど家康様の天下取りから幕府創業期にあたり、徳川家にとって最も重要だった時期とぴったり符合するのじゃ。すでに三男秀忠様は将軍になっておられましたが、徳川一門を支える重鎮は六男輝忠様以外にはいないという状況を迎えておりました。後に徳川御三家として宗家を支える義直様、頼信様、頼房様の3人が生まれていなければ、もしかすると江戸幕府は大きな危機を迎えておったやもしれませんな。家康に愛された幼い兄弟たち、九男徳川義直、十男徳川頼信、十一男徳川頼房、かつては息子たちに冷徹な態度を示した家康も、晩年になるにつれて人が変わったような優しさを見せています。それが幼い義直、頼信、頼房への愛着ぶりでした。家康はこの3人を駿府へ呼び寄せ、共に暮らしながら養育しています。またこれまで家康が培ってきた政治、軍略、人事といった帝王学を叩き込み、主君としてあるべき姿を示しました。さらに3人は徳川家の将来を担う立場になると考えたのでしょう。それぞれを水戸、尾張、和歌山へと配しました。これが徳川御三家の始まりとなります。これまでの家康は自らの後継者以外に決して徳川姓を名乗らせていません。しかし3人だけに許しているあたり、その出来合いぶりが伺えるのです。家康にとって最後の子供たちですから、徳川を託し宗家を支えるのは彼ら以外にいないと判断したからでしょう。家康様がこの3人だけを出来合いした理由、それは家康様の年齢も関係しておるのではないじゃろうか。家康様も70近くなって、以前のような厳しい雰囲気はなくなり、性格が丸くなったのやもしれませぬ。また頑固一徹だった男性が孫ができた途端に穏やかになるのは世の常でござりましょう。家康様も我が子でありながら、まるで孫のような感覚で接していたのではなかろうか。家康様は女好きだったのは間違いございませぬ。とはいえ重要視したのは自らの子孫を残すことにござりました。徳川家の繁栄は幕府の前盛へとつながり、やがて社会の安定を呼び込むことじゃろう。家康様が晩年になっても子供を作り続けた理由は、徳川一門が中心となって平和な世を実現したい、そんな思いがござったのではないでしょうか。戦国豆知識、こたびは徳川家康様のお子様たちについて解説してまいりましたが、現世で子供が大人、成人になるのは18歳でございますな。これは2022年に20歳から18歳に引き下げられ申した。それ以前は明治の頃から20歳でございました。戦国時代は武家が成人、大人になることを元服と申しまして、12歳から16歳ぐらいの間で儀式が行われており申した。ちなみに家康様の元服は14歳頃だと言われております。ご覧いただきまして誠にありがとうございました。拙者はいつも名古屋城におりますので、ぜひ名古屋城で感想などを聞かせてくださいませ。最後にこの動画が面白かったら良いね、高評価と援軍チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。